どうも、P425 ですというところで、お久しぶりでございます。MV 雑談を久々にやろうかなというところでございます。まあ、最近ね、ちょっとまあ特に話すこともなかったかな、やってなかったわけなんですけれども、やろうかなというところで、なんとなくコメディック3人と、あと最近手に入れた、最近つっても恋人の時ですね、夏葉さんと美琴さんを使ってみようかなと思います。これのためにですね、花さんの方を少し星2を解放してきました。でもこの衣装いいよね。まあそんな感じなんですが、あれだったの、そう、なんかね、夏葉さんの歌声力強いですね。さっき気づいたことなんだけど、キャンバスの CD のリリースイベントかな、あったじゃないですか。あれもうなんかその生配信、そもそもそのイベント自体の応募ってさ、あれ確かなんか4枚買わなきゃダメじゃん。そうなんだよね、確かね。で、私はノクチュールしか買ってなかったから、そもそもその応募はできなかったんだけど、あれって生配信にさ、あれなんだね、なんか1枚でも見れるんだね。初めて知って。さっきさ、初めて知ってさ、え、見れんだと思って。ね、まだちょっと見れないんですけど、後で見ようかなと。あれなんか1日目がアーカイブ出てたんですけど、あれなんかあれなんでしょう、ちょっとトラブルがあったんでしょう。なんか、怪我の巧妙というかね。そもそも私、リリースイベントの日にちを知らなかったからね。なんか応募できないからいいやと思って、流してました。あ、いいなぁ、美琴さんの歌声いいね。なんか、歌声が力強いメンバーが多いですね、今回。いいよね、このね、なんか、ゆったりした感じの曲調いいよね。大阪で見れるかな、ね。正直、イクハルのね、腰にはね、まだ持ってないんですよ。欲しいなと思ってるんだけど、なかなか出てくれないっていうね。そうなんですよ。フォーカスモードね、まだ一回も見たことなかったから、ちょっと使ってみようかなというところで、フォーカスモードを使ってみます。というところで、普通にノクチュール、恋人を見ていくことでございますけれども。二つ目の話なんですけど、あれだよね、なんか、そろそろその、ライブも近くなってきたんで、なんかその、ツイッター見てたら、さっき、その、なんだっけ、なんか、フラスタ？なんか絵とかさ、なんか、のぼりみたいなやつもあるじゃん。その、提供みたいなやつ。あれのさ、なんかその、募集ツイートみたいなの見つけて、すごいなって毎回思うんだけどさ、なんか、いいよね、ああいうのね。なんか、なんて言うんだろう。私さ、絵描けねえから。そうね、絵描けねえからさ、そうなんだよね。だからさ、ああいうのもさ、その、発起人にもなれないし、で、よくああいうの分かってないから、なんか、参加もね、ちょっと怖くてできないからな。でもなんかやっぱさ、ライブに対して何かしたい感はある、正直。なんかね、私、その日、ちょっとめちゃめちゃ早く着く予定なんですよ、大阪に多分。交通手段的に。めっちゃ早く着くからさ、結構もうライブの8時間ぐらい前。8時間よりもっと前かな。なんか、そのくらい、8時間ぐらいか、8時間、9時間ぐらい前に多分野に放たれるんですけど、何しようかなと思って。一回会場行ってなんか動画撮る。あ、いいね。いいね。いいね、こいと。ね、なんか一回撮るのもありだよね。なんか、ようようやってね、みたいな。あ、ちょっとネタバレしちゃったね。物販ヨーヨー買ったんですよ。いいね、よかった。めっちゃ3曲目迷ったね。ケンが最終的になんかイクハル研究の第一人者の側面が出ちゃってさ、ね、花束、花向けの花束。ね、を流しております。はい。まあ最近はね、ちょっと
全く決まらないプラス案件も徐々に徐々にちょっと決まってきてる感じがございますけれども、まあ、野球の話はこれで終わりです。あ、いい表情してんな。まあそんなこんななんですが、ね、最近私コメティック、シャニラジアルじゃん、私ね、なんかコメディックだけ聞いてて、なんでかって言ったらさ、そのコメディックだけ唯一その1回から聞けるのよ、私。だからなんか1回から聞いてたから、コメディックを聞いたんですけど、いや、なんか面白いよね。なんかね、シャネラジ今コメディック2回やってるわけなんですけど、なんかいいね。いや、なんかさ、あれで、その、ラジオでさ、コミをちょっと読み上げるっていうくだりがあってさ、コミコミ今の、来てた、あなた様に紡ぐのコミをちょっと読んでたんですけど、プロデューサー役を川口さんがやってたんだよね。なんか結構ルカさん味のある声でやってて、なんか実質あれは、あれですか？ルカ恋ですか？ちょっと見てみたいんだよな。ルカさんと恋人の絡みな。なんか、うまくいけばさ、めっちゃルカさんさ、恋人にさ、依存しそうだなって思ってて。これはね、私の友人であるルカ P の友人と、意見が実は一致してまして。ルカさんってワンチャンハマれば、恋人にめっちゃ依存しそうだよねっていう話をね、してたんですけどね。なかなかちょっと、まあ、絡みづらい。メンバーでもありますからね。そもそもポイントがその辛いに適してないからさ。欲しいよな、イクハルの欲しいや、ここの、花向けの花束のやつ。とね。出てくれなかったかね。あれ持ってるのは結局ルカさんしか、イベントで交換できるルカさんしか手に入ってないので、ないんですよね。ガシャだからね。そう。ありがとうございました。